スタグパペッツの方を、紹介していきたいと思います。これ本来はメタリカの、まあ、メタル風の曲なんですけれども、メタル調っちゃメタル調なんですけど、やっぱそのレスの味がね、まあ、存分に出てるんでね、まあ、ぜひ一回コピーしてみてください。最初のフレーズなんですけれども、ここですね、馴染みのないフレーズとしましてはカッティング調のこういうのが出てきます。でこれはスラップの一連の流れに取り入れていきましょう。次のフレーズ、これいわゆるパワーコードみたいな感じですね。でパワーコードって何かっていうと、これいわゆるルートの音とこの5度の音とオクターブ、この音を使って弾いてるのがパワーコードと言います。まあ、ギターやと結構使うんですけれども、ベーシストやとこの和音を使うっていうね、こういったその単音ではなくて複数の弦を押さえるっていうのは苦手な方多いと思うんですけども、このキーにねちょっと練習してみましょう。その時のポイントとしましては、これは3弦2弦1弦を弾くので4弦は鳴らさないんですけども、この4弦をどうやってミュートするかっていうのがポイントになってきます。まず4弦ミュートの前に大事なことは、右手で極力4弦を鳴らさないことを意識してください。でそれでも多少鳴っちゃうなっていう時にミュートをして、限りなくゼロの音にするっていうのが、まあ、ポイントなんですけれども、そのミュートとしましては左手の中指を使ってください。少し当てる感じですね。これでミュートしてもらったらいいかなと思います。次のフレーズ、4弦サムに2弦のプル入ってきて、ちょっとグリスっぽくして演奏するという感じですね。でその次のフレーズ、ここがちょっと難しいんですけれども、この時ね、これサムで終わるんですけれども、この次のフレーズまたサムからなんですよ。という感じでサムがね、トータル3連発入ります。でサムって2連発は割と簡単にいけるんですけども、3連発になってくるとちょっとね、腕の力を極力抜いて、あと慣れも必要になってきたりだったりとかで、難しいっていうところがあるんですけれども、この木にねちょっとねチャレンジしてみてください。ここですね、したんですけども、このフレーズ、ここも4弦のねプリングなんですよ。やっぱ4弦のプリングってやっぱ弦が太い分鳴らしにくいので、まあ、しっかりね音を出せるように演奏してください。あとここの部分を繰り返したら今回のフレーズを弾けると思います。ぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。各 SNS 毎日更新やってますので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。